はい、13歳のワンコのあーちゃんとママのヨーヨーです。今日はあーちゃんとママの休憩スポット、通称お月見山公園をご紹介したいと思います。ママの職場から歩いて5分、あーちゃんと毎日のようにここでくつろぎます。こちらの公園は熊本城の敷地内にあり、ここから坂を登っていくと熊本城にたどり着きます。観光地でもありますので、この辺りでは城めぐりんという熊本城周遊バスもよく見かけます。ひごまるくんのイラストがシンボルマークになっています。公園入り口にある李庭園廟跡、ここを起点に豊前、豊後、薩摩、日向街道への里数が測られたと記されています。公園の中を見てみましょう。池と太鼓橋がありますね。以前は錦鯉などが見られたのですが、先月の大雨で増水してから姿が見えなくなりました。さて、左側を見ると何やら古めかしい案内板がありますね。趣はありますが少し読みにくいので、新しい案内板の方をご紹介したいと思います。右側へ進むと新しい案内板にたどり着きます。どれどれ、新一丁目御門跡とありますね。この門の前には肥後藩のいろいろな精霊を支持する札の辻と呼ばれる広場があったそうです。古いお地蔵様からは並木道に続きます。ここは春になるとそれは見事な桜並木になります。また桜の季節になったらその素晴らしさをお伝えしたいと思います。ここがあーちゃんとママの特等席です。コーヒーを飲みながら木漏れ日を見るのが大好きです。こうして何も考えずに自然に触れていると気持ちも少しずつ楽になります。ママのリフレッシュが終わったらあーちゃんのお散歩タイムです。やっと熊本も秋らしくなってきたので、あーちゃんもお散歩が楽しそうです。5分程度の短いお散歩ですが、外に出ることで気分転換もできて、あーちゃんもリフレッシュしてくれているようです。少し風も出てきました。そろそろ仕事に戻りましょう。閉店までもう一頑張りします。最後にもう一度公園の全景をご覧ください。こちらの公園は人の少ない穴場スポットでもあります。熊本を訪れたらぜひお立ち寄りください。今日も動画を見てくださった方ありがとうございます。たまには外に出てリフレッシュもいいですよ。それではまたですね。